こんにちは、リポーターの田村愛です。今回ご紹介する競技は本大会の後に行われる全国障害者スポーツ大会にて実施されるバスケットボールです。今日はですね、こちらの宇都宮青葉高等学園の体育館で選手の皆様が練習しているようですね。こちらの競技は宇都宮市内で開催される競技のうちの一つとなっていまして、今回いろいろとお話を伺いたいと思います。それでは行ってみましょう。全国障害者スポーツ大会とは、国内最大の障害者スポーツの祭典となっており、宇都宮市では正式競技が5つとオープン競技が1つ行われます。この大会では障害のある選手に競技などを通じてよりスポーツの楽しさを感じてもらい、またその姿を通し多くの方々に障害に対する理解を深めてもらうことを主な目的としています。それでは改めまして、こちらが栃木県代表チームの監督を務めます塩田監督です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。監督歴はどれくらいになるんですか？そうですね、もうだいたい4年ほどになります。結構そのルールっていうのはやはり特徴があるものもあるんですか？特に、普通のバスケットと同じで健常者と同じルールで、やってます、はい、なので、まあ、本当審判が入ると、はい、よく聞くトラベリングとか、はい、そこはもう一緒ですね。あ、そうですか、はい、今現在ですと在籍人数って何名くらいいらっしゃるんでしょうか？一応16名。この栃木県選抜チームに入るにはやっぱりこう審査だったりとかそういった試験みたいのはあるんですか？そうですね、一応毎年1月にセレクションという形で、はい、やらせてもらってるんですけども、まあ、その中で選手としてこうやっていけるかというところを、はい、スタッフで、見させてもらって、はい、でその中から、選ばさせてもらっています。その見ているポイントっていうのはどういうところを？そうですね、もちろんバスケットボールの技術だったり、はい、あと県代表ということなので、はい、まあ、バスケットじゃないところもしっかりしていくかという、うん、まあ、そういったところもちょっと見させてもらっています。うーん、塩田監督がこう指導するにあたってなんかこう心がけていることとかがあったらぜひ教えていただきたいんですけど、何かありますか？そうですね、まずはみんなで協力して、はい、やってほしいことっていうのがまず大きいところですよね。まあ、どっちかというと私がたくさん言うよりも、うん、まあ、選手間で話したりで、そこで、まあ、ちょっとずれてる時にはもちろん私から話して、うん、そこの修正はするんですけども、はい、まあ、選手同士のコミュニケーションというか、はい、そういったところは大切にして、うん、はい、細かいところの戦術みたいなところはいろいろあるんですけども、はい、やっぱり大きなところは楽しむところかなと思います。塩田監督がこのチームに携わりたいと思った一番のきっかけは、練習を見たときにひたむきで純粋に頑張る姿に惹かれたんだそうですよ。ではここからは塩田監督と練習を見ながら主な選手やプレースタイルについて解説していただこうと思います。塩田監督から見て、はい、オフェンスやディフェンスの個人能力が特に高い選手ってどちらの選手になりますか？はい、そうですね、ガードでいうと今26番の、はい、白いビブ、そうですね、うん、と5番の今度5番の選手、手前にやってる選手ですね。そうですね、まあ、スピードが速くて、はい、ドリブルも本当上手だと思います。あとは0番の、はい、坂巻選手がもうずっとこのチーム、はい、このチームを引っ張ってきてるんですけど、はい、あ、紺の方ですね、そうですね、はい、坂巻選手、
なんで彼がやっぱり得点源というか、はい、なってきます。まさにこう司令塔のような感じですか？そうですね、うんうん、司令塔でありチームのそういう鼓舞してくれる選手かなと。まさに柱的な存在なんですね。ですね。ちなみにキャプテンはどちらにいらっしゃいます？キャプテンは白の10番。白の10番、はい、中村選手なんですけど、うん、はい、こっちの奥の背が高い選手ですね、はい、彼はどっちかというとチーム全体のキャプテンで、はい、まとめてもらったり、うん、やっぱチームの雰囲気とかも考えてやってもらっています。なんかこう見た感じまだお若い印象なんですけど。そうですね。年齢といくつですか？は22歳ですね。22歳、はい、何年か前までは自信なさそうにやってたんですけども、ここ最近すごく頑張りも見えますし、はい、すごく前向きにやってるところが、なんかそういう選手を私は、はい、キャプテンにしてみんな前向きにやってほしいなと思って、うん、やっぱり雰囲気って大切ですよ ね。 ですね。では、ショースポに向けての監督の意気込み、はい、お伺いしてもいいですか？はい、ベスト4を目指して、うん、一戦一戦、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ベテランのチームの柱となる坂巻選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レジお疲れ様です。お疲れ様です。いやもう本当皆さん汗だくになって、はい、でも楽しそうに練習されてます ね。 そうですね、はい、去年出場を予定していました三重国体の中止、はい、非常に残念でしたね。はい、そうですね、はい、その時の心境覚えてますか？いかがでした？そうですね、もう優勝する気でいたので、うん、やっぱそこでせっかくみんなモチベーションが上がってきたので、はい、そこでやっぱコロナで中止になっちゃったので、うん、やっぱりモチベーション下がっちゃって、はい、そうですよね。やっぱり練習とかもいつも通りできなかったかと思うんですが、はい、その中でもバスケットボールってやっぱ楽しいですか？楽しいですね、はい。どんなところに魅力を感じる競技ですかね？いろんな人とコミュニケーションが取れたり、うん、あとは、まあ、言い方悪いんですけど、まあ、結構人を騙すプレーが結構楽しいので、そういうところを楽しんでます。はい、やっぱりそのバスケをこう頑張るには家族のサポートとかもあったりってしますか？はい、そうですね、はい、と子供がいるんで、うん、まあ、いつかは、まあ、見てほしいなっていうのもあるので、何歳なんですか？はい、と上が今5歳で下が3歳なので、はい、コロナが落ち着いたら、あ、はい、やっぱり試合とかまだ見れてない、ね、見れてないですね、ですね、はい、そんな坂巻選手のアピールポイント、はい、こんなプレーを見てくれっていうのがあったらぜひ教えてください。まあ、ワンオンワンも結構得意なので、はい、まあ、そういうところをポイントで見てもらえると、はい、嬉しいと思います。わかりました、はい、それではキャプテンの中村選手にお話を伺っていきます。練習お疲れ様です。はい、お疲れ様です。中村選手は足利から通われてるんですか、練習に？はい、そうです。結構1時間以上かかると思うんですけど、大変じゃないですか？まあ正直、まあ、うん、大変ですね。うん、ご家族のサポートもあったりしますか？あ、はい、本当にサポートあって、うん、こう練習切られたり、練習できているので本当に嬉しいですね。うん、ありがたいですね。はい、キャプテンのこうプレーで俺のここを見てくれっていうのがあったらぜひ教えてほしいんですけど。あ、はい、やっぱりゴール下のところ の、 迫力あるプレーをぜひ見ていただけたらなとは個人的には思います。ゴール下っていうとやっぱりリバウンドとかってことですか？はい、リバウンドとか本当に背が大きい選手がいっぱいいるので、そこが迫力あるプレーなので、そこを見ていけたらと思います。最初にご家族のサポートがあって頑張れているっていうことがあったんですけれども、日頃支えてくれる、まあ、お母さんだったり家族の皆さんにもメッセージぜひお願いします。はい、いつも車とかの送り迎え、遠いながらいつもしてて、まあ、土日っていうなんか、まあ、忙しい時にしてくれて本当に会えたいので、まあ、大会で少しでもいい結果を残せるように頑張りたいなと
思います。栃木県代表チーム男子の皆さん、優勝を目指して頑張ってくださいね。そしてこの日は代表チーム女子の皆さんも練習をしていましたので、ショースポへの意気込みを伺ってみました。練習お疲れ様です。はい、ありがとうございます。まずはお名前を教えていただいてもいいですか。柴田美恵です。はい、柴田選手、背が高いですね。何センチあるんですか。178センチあります。国体では栃木県で女子で初めて出るので、みんなで一生懸命頑張りたいと思います。練習お疲れ様です。まずはお名前を教えてください。石田です。石田選手、ね、さっきも練習私見てましたけれども、石田選手走るの早いですよね。はい、そうですね。何が得意なプレーとかありますか。シュートですか。シュート、近いところからのシュートと遠いところからのシュート、どっちの方が得意ですか。ミドルシュートです。国体では勝ちに行きます。練習お疲れ様です。お疲れ様です。まずはお名前を教えてください。柴田奈々香です。柴田奈々香です。柴田選手、今日練習が始まる結構前から体育館の前にいて、ね、すごく頑張り屋さんだなと思ったんですけど、いつも早く練習の時は来てるんですか。はい、来てます。試合は緊張しますか。はい、緊張します。練習お疲れ様です。お疲れ様です。まずはお名前を教えてください。葉山遥です。葉山選手の得意なプレー、なんかこう技とかがあったら教えてほしいんですけれども、何が得意ですか。バックターンしてシュートするのが得意です。一本でも外さないように頑張りたいと思います。練習お疲れ様です。お疲れ様でした。まずはお名前を聞かせください。半田由美です。半田選手、今何歳ですか。今18です。18歳、やっぱり若いと思いました。バスケットボールのどんなところが楽しいなと感じますか。みんなでプレーしたりとかして、それがシュート決まったりなど、練習とかで楽しく話できるのが、皆さんにどんなところを見てほしいですか。頑張って練習を今しているので、いい試合ができるように頑張るので見てほしいなと思います。練習お疲れ様です。ありがとうございます。お名前教えてください。笠原理央奈です。笠原選手は今何歳ですか。今16です。16歳、高校2年生なんですね。学校の勉強とこのバスケットボール両立するのって結構大変かな。はい、大変です。でも楽しいですか。はい、楽しいです。私はディフェンスが得意なので、ディフェンスを見てくれればいいと思います。練習お疲れ様です。お疲れ様です。まずはお名前を聞かせください。松島文雄です。松島選手はキャプテンなんですね。はい、キャプテンとして心がけていることがあったらぜひ教えてください。みんなで楽しくできるように声掛けを頑張ってます。本当に挨拶だったりとか、パスをする時の声かけとか、あとは笑顔が特徴的なチームだなと感じました。ショースポに来てくれた人にはご自身のどんなプレーを見てほしいかも教えてください。スリーポイントシュートが得意なので、スリーポイントシュートを見てほしいです。かっこいいですね、スリーポイント。では最後に意気込みも教えてください。はい、栃木国体では一つでも多く試合をして、みんなで楽しく試合できるように頑張ります。私も応援しています。ありがとうございました。全国障害者スポーツ大会実施競技バスケットボールは10月29日、30日、日刊アリーナ栃木にて開催されます。最後に新型コロナワクチン接種4回目のご案内です。4回目接種の対象は60歳以上の方と18歳以上、59歳以下で基礎疾患を有する方、またはその他に重症化リスクが高いと医師が認める方です。ワクチン接種は新たな変異株への対策にもなるため接種をお勧めします。勝つぞ。